正座しておでこが床につかないとやばいです。反り腰、ぽっこりお腹、太ももの前張り解消しません。スマホは床に置いて正座したままゆっくり前に倒れましょう。おでこが床につくかどうかチェックしていきましょう。かかとと、お尻つけたままおでこが床につくのが理想です。どんなに硬くても、肘は最低でもこうやって床までついてほしいです。できない方も安心してください。このね、背中、お尻周りが硬いだけです。一回で変化出ますので、楽しみにしててください。反り腰の方はね、反ってばっかりで、ここ硬くなってますので、しっかりストレッチしていきましょう。よし、OK。一回起き上がります。これであぐらかきましょう。楽な状態であぐらかいたら、右手を左斜め上にグッと伸ばす。左手を左斜め上にグッと伸ばす。なるべく遠くに向かってグーッと伸ばす。スピード勝負じゃないです。普段上げない範囲まで手を高く上げましょう。上げ切った時に脇の下、脇腹伸びる感覚があれば OK です。膝が痛くね、痛くてね、正座できないよって方は1種目目飛ばしていただいて大丈夫です。限界まで伸ばす、戻す、伸ばす、戻す。脇の下、脇腹、背中あたりをストレッチかけてます。なるべく遠くまで伸ばしきる。ラスト1回、よし OK。そしたら次、お尻のストレッチいきます。右足を左こっちに持っていきましょう。で、この足をお腹にグッとつけると右のお尻伸びる感覚があるんじゃないかなと思います。この体勢できないよって方は右足この辺でもいいです。右のお尻伸ばすことが目的です。頑張れる人は足をなるべくしっかりお腹につけてピンと姿勢正すと右のお尻ね、より伸びてくるんじゃないかなと思います。あんまりね、肩力入れないようにして呼吸は止めないように意識をしましょう。反り腰でね、普段腰痛持ちだって方もね、すごいおすすめの動画になってますので、サボりながらでもいいので最後までね、一緒に感想しましょう。 OK、 逆足いきます。左足を右こっちに持っていきます。で、この足をお腹にしっかりグッとつけます。左のお尻伸びる感覚があれば OK です。きつくてできないよって方はこの左足を前この辺に持っていきましょう。左のお尻が結論伸びてれば OK です。頑張れる人は足をしっかりお腹につけてピンと姿勢を正しましょう。こうよくね、最近 YouTube でも反り腰流行ってて、結構ね、太ももの前張り、ぽっこりお腹に、ね、関係するってこと皆さんご存知だと思うんですが、結構ね、背中の硬さ、これがあるとね、どんなに前ももストレッチしたりとかしても、反り腰解消しなかったりするので、この動画ではね、お尻と背中しっかり伸ばしていきます。 OK です。そしたら楽な状態であぐらかきましょう。で、右手右肘床につきましょう。で、左手をこんな感じで万歳します。脇の下、脇腹伸びる感覚あれば OK です。で、こっちの左のお尻こうやって浮いちゃっても OK です。左の脇の下、脇腹伸ばすことが目的です。頑張れる人は指先誰かに引っ張られてるイメージで向こうに向かってぐーっと伸ばしましょう。斜め前に倒したり真横に倒したりして、あー、この角度伸びるなーって位置を探してみてください。呼吸ね、止めないようにしましょう。伸びますか、脇の下、脇腹。よし、OK、逆いきます。左手左肘床にベチャッとついて右手万歳しましょう。右の脇の下、脇腹伸ばしてます。お尻が浮いても問題ありません。目的は脇腹、脇の下を伸ばすことです。頑張れる人は指先誰かに引っ張られてるイメージで向こうに向かってぐーっと伸ばしましょう。いろんな角度で、ね、伸びる位置探してみましょう。で、結構ね、反り腰の原因はって言われるんですけど、いろいろ考えれるんですよね。例えばヒール履いてるとどう頑張っても前重心になるので骨盤がね、前に倒れて反り腰になるなんてこともあるし、あとシンプルに腹筋が弱すぎなんてことも原因の一つだと思います。よし、 OK。そしたらこのあぐらのままですね、右足ちょっと前に出しましょう。で、この状態で、体真正面に倒していきましょう。右のお尻、外もも、腰のあたりの柔軟性をチェックしてます。で、ここ伸びると思います。お尻、腰、背中、理想はおでこが床につくこと、最低でも肘が床につくぐらいまでは頑張ってほしいです。いまいちね、お尻が伸びないよって方とか、裏ももばっかり伸びちゃうよって方はいろんな角度を試してみましょう。ちょっと足を前に出したり手前に引いたり、もっと体を前に倒したりとか斜め前に倒したりとかね、いろんな方向でお尻、外ももあたり伸びる角度探してみましょう。
ップ食器逆いきます。左足をちょっと前出しましょう。この状態でゆっくり体を真正面に倒していきます。左のお尻腰あたり伸びてれば OK です。できる限りね、前に倒れていきましょう。どうでしょう、お尻そのまま伸びますか。伸びない方、足の位置前出したり手前に引いたり、体をねちょっと斜め前に倒したりとか、もしくはもっと遠くに向かって手を伸ばしたりとか、いろんな角度を試してみてください。で、結構ねきつい種目もありますので、各種目の最後の10秒サボったりとか、再生速度早めたり遅めたりして、途中途中ね自分のペースでサボりながらやっていきましょう。 OK です。次、右足伸ばします。で、右足の方に向かって体を倒します。右の膝の裏、裏もも伸びる感覚があれば OK です。で、右手でつま先触れる方触りましょう。ただね、膝の裏、裏ももふくらはぎ伸ばすことが目的です。触れない方はこんな感じで空いてる手を膝に添えるだけ、それでもね十分伸びる感覚があると思います。で、ちょっとずつねこうやってハンドつけて前に倒れていってあげるといいんじゃないかなと思います。で、結構ねなんか例えば反り腰だったら、腰と前ももだけストレッチすればいいなんて動画もね、結構あったりするんですけど、基本的にはね全身やることが一番いいので、僕の動画は基本的に全身ストレッチできるようになってます。 OK、 逆いきましょう。左足伸ばします。で、左足の方に向かって体を倒していきます。左の膝の裏、裏ももふくらはぎあたり伸びてれば OK です。空いてる手で掴める方は左のつま先掴みましょう。膝の裏、ふくらはぎ、裏もも伸びますか。反動つけながらでいいので、ちょっとですね前に倒れていけると良いと思います。で、結構ね皆さんからこういろんな質問いただくんですが、概要欄に貼ってある、ブログとかズボラストレッチの教科書とか、インスタ、ツイッターとか、あとボイシーっていう無料のラジオでね、基本的には皆さんの質問もう9割以上は回答済みです。ぜひ全て無料でねお金取ったりしないので、そこからご覧いただければと思います。 OK です。戻しましょう。そしたら右足伸ばします。で、股関節しっかり開きましょう。開いた状態でゆっくり体真正面に倒していきます。内もものストレッチです。で、どうしてもねつま先がこうやって前に倒れてきちゃう方、結構内股気味の女性に多いんですが、なるべくつま先真上向けましょう。ただね、内もも伸びてればいいので、もちろんこうやって前に倒れたままでも全然 OK です。頑張れる人はつま先真上向けて、内もも伸びてる状態でちょっとずつ体前に倒していくとより効果的です。呼吸をね止めないようにしましょう。よし、オッケー。逆足いきます。左足伸ばして股関節なるべく開きます。で、このまま体真正面に倒していきます。左の内もも伸びる感覚があれば OK です。つま先が、こうやって前に倒れちゃう方、これでもいいんですが、なるべくねつま先真上向けておきましょう。内もも伸びてれば OK です。ちょっとずつ体をね前に倒れていってもいいと思います。呼吸は止めないようにしましょう。一応ね、反り腰結構質問いただくことが多いので、ズボラストレッチの教科書でも、サブチャンネルでもね、どっちでももう反り腰について解説してますので、反り腰ね、より詳しく聞きたいよって方は、ぜひご覧いただければと思います。OK です。そしたら一回あぐらかきましょう。楽な状態で座っていただいて大丈夫です。で、後頭部で手を組みましょう。このままおへそをしっかり覗き込む。ゆっくり反らせる。おへそをしっかり覗き込む。ゆっくり反らせる。これを繰り返していきましょう。おへそ覗き込む。ゆっくり反らしきる。おへそ覗き込む。ゆっくり反らしきる。これ普段動かせない範囲まで動かすことが目的です。しっかり丸めて反らしきる。ただ肩腰痛い方はね、無理しないでください。頑張って。呼吸止めないようにしましょう。ゆっくりです。スピード勝負じゃないですよ。よし、OK。そしたら次はですね、両手を後頭部に当てて、このままおへそしっかり覗き込みながら、わざと猫背作ります。で、しっかり猫背作った状態でキープです。首の後ろ、背中、腰にかけて伸びてると思います。首だけ前に倒すんじゃなくて、猫背を作って背骨全体を丸めるイメージで行いましょう。反り腰の方はね、この丸めるという動きが意外と苦手だったりします。で、呼吸止めないようにしましょう。きつかったらこうやって一回戻って、もう一回やります。これもね全然 OK です。頑張って。
よし、OK です。そしたら次もう一回右足伸ばします。で、右足を伸ばしてなるべく股関節しっかり開きましょう。そのまま体真正面に倒れて、つま先前に倒す、真上向ける、つま先真上倒す、真上向ける、これ繰り返しましょう。股関節ね、付け根から動かすイメージです。呼吸止めないようにしましょう。どうでしょう、股関節付け根から動いてますか。つま先倒す、真上向ける。で、どんどん体前に倒せる人は倒したらいいと思います。内もも伸びる感覚あれば OK です。つま先だけ動かすんじゃなくて、この股関節付け根からしっかり動かすイメージ。ラスト1回、よし、 OK。 そしたら逆いきましょう。左足伸ばして、で、しっかり股関節広げてゆっくり前倒れましょう。で、つま先前倒す、しっかり前を向ける、つま先前倒す、しっかり前を向ける、これ繰り返しましょう。どうでしょう、皆さんついてきてますか。きつかったらね、各種目の最後の10秒サボる、もしくは、早め再生速度早める、遅める、早送り、再生速度下げる、できますので、ぜひそれをね活用して完走していただければと思います。頑張って、呼吸を止めないで、よし、 OK。 きつい。そしたら一回体育座りしましょう。こんな感じ、体育座りして両手で太ももを抱え込みます。このままおへそを覗き込みましょう。首の後ろ、背中、腰にかけて伸ばしてます。わざと猫背作りましょう。おへそを覗き込むイメージでわざと猫背作ります。腰、背中、首の後ろのあたり伸びますか。わざと猫背を作る、首だけ下げるんじゃないですよ。背中を丸めるわざと猫背を作るイメージです。呼吸止めないようにしましょう。お腹苦しい方、腰痛い方、無理しないでください。呼吸を止めないで、きつかったらサボっても OK です。足 OK、 よく頑張りました。そしたら足伸ばして、長座しましょう。このまま前屈です。こうやって反動つけながらやるので、ちょっとずつね前に倒れていきましょう。理想はこの手首がつま先あたりまでつくことですが、最低でもね指先がつま先ぐらいまでいってほしい。僕もちょっと最近デスクワークばっかなので、めちゃめちゃ硬いです。皆さんどうですか、つま先触れますか。きつい人もね大丈夫です。繰り返していけばどんどん柔らかくなっていきます。呼吸は止めないで、あんまり肩もねこうやって力入りすぎないようにしましょうね。反動つけながら前に倒れましょう。頑張って、呼吸は止めないで、オッケー。ゆっくり開脚しましょう。皆さんついてきてますか、大丈夫ですか。開けるとこまで開いて、ゆっくりそのまま前に倒れましょう。開脚で内もも、股関節のねストレッチです。これも理想はね120度ぐらい開いて、おでこが床につくことなんですが、最低でもね90度開いて肘が床につくぐらいまでいってほしい。ただこれ、ね、僕ねめちゃめちゃ苦手なんです。どうしてもデスクワーク多くてね、どんなやってもすぐ硬くなっちゃうんですよね。なんで硬い人もね大丈夫です。僕と一緒にちょっとずつ柔らかくなりましょう。どうしてもねストレッチ毎日やらなきゃいけないのって質問いただくんですけど、もうズボラストレッチの定義は週に1回でもね頑張ってれば習慣化ですので、安心してください。 OK。 そしたら次はこんな感じで足の裏合わせて、体の前でひし形作るイメージです。で、この状態で体真正面に倒しましょう。おでこが足につくのは理想ですが、最低でも肘は床につくぐらいまでいってほしい。お尻とか裏もも、外もも、この辺ですね、腰からお尻、外ももにかけて伸びると思います。いまいち伸びない方、ちょっと手前に引いたりとか、もしくはもっと体を前に倒したりとか、いろんな角度試してお尻、外もも伸びる位置探してみましょう。呼吸止めないようにしましょう。腰肩痛い人はね無理しないでくださいね。きつかったらサボっても大丈夫です。 OK。 そしたらですね、次こうやって体育座りしましょう。体育座りして右足を左足にこんな感じで乗せます。で、この状態でなるべく足を胸に近づけてピンと姿勢正しましょう。右のお尻伸びてれば OK です。伸びる感覚ありますか。このポーズできないよって方は一回足伸ばして、この状態で右足を左足に乗せてちょっと曲げる。これでもね右のお尻伸びてれば十分です。なるべく姿勢は正す、右のお尻伸ばすことが目的なので、多少ね、
この僕と違うポーズでも右のお尻伸びてればそれで正解です。軽逆いきましょう。左足を右足こっちに乗せます。でこんな感じでなるべく足をお腹に近づける左のお尻のストレッチです。きつい人はねこれぐらいでも全然 OK です。左のお尻伸ばすことが目的です。あとねよく質問いただくのはストレッチする時間帯なんですが、もちろんねお風呂上がりとか体が温まってる状態の方が、効果出やすいっていうのはすごいあります。ただ僕なんか例えば帰ってくるの結構遅いので、帰ってきてお風呂入ったらもうね、妻と娘が寝てるんですよね。だからストレッチするスペースもないしそんな音立てれないんです。だからお風呂上がりにこだわるっていうよりかは皆さんが習慣化しやすいタイミングで習慣化が一番大切だなと思います。 OK です。そしたら次はですね、一回あぐらかきましょう。楽な状態であぐらでいいです。で右手を左斜め前にこんな感じで倒す。左手を右斜め前に伸ばす。遠くの床をタッチするイメージ。脇の下脇腹伸びる感じあると思います。スピード勝負じゃないです。なるべく遠くの床にタッチ。頑張って。腰肩痛いし無理しないで。ゆっくりでいい。遠くの床を触る。遠くの床を触る。呼吸は止めないで。きつかったらサボってもいいです。きつい。よし OK。そしたら次は、右膝伸ばします。でこの状態でですね左手床について右手をなるべく遠くの床につきます。こんな感じです。遠くの床につく。脇の下脇腹お腹いろんなところ伸びると思います。きつい人はこうやって肘ついちゃってもいいです。右手をなるべく遠くにつく。脇の下脇腹とかね伸びます。運動不足の人はいろいろつりそうかもしれないです。頑張って。余裕があればなるべく手を遠くに向かって伸ばす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 。頑張れ頑張れ頑張れ。ただ腰肩痛いし無理しないで。呼吸を止めないで。遠くに向かって手を伸ばして。よし OK。 反対いきましょう。左足を伸ばしてで右手右肘床について左手なるべく遠くに向かって伸ばしましょう。左の脇の下脇腹お腹いろんなところが伸びると思います。ちなみに僕はですね、反対のお腹この右のお腹が硬いので右のお腹も効きます。なるべく遠くに向かって手を伸ばす。頑張って。呼吸を止めないで。きつかったらね各種目最後の10秒サボってもいいです。遠くに向かって手を伸ばす。なるべく遠くに向かってぐーっと手を伸ばす。よし OK。 ゆっくり戻りましょう。そしたらですね一回開脚しましょう。でそんなに開ききるっていうよりもある程度90度ぐらい開いたらいいです。余裕がある範囲で開いて、つま先内外にねじって、ちょっと股関節のね、クールダウンですたくさん使ったので開ききるときついので余裕があるぐらい開いた状態で、内外ねじる。手はこうやって床ついてもいいし後ろに寄りかかってもいいです。ちょっと股関節のね休憩ストレッチですたくさん使ったので皆さんついてきてますか。一応ね種目と種目の間の秒数とかもね皆さんがやりやすいように調整してます。もしペースが速い遅いあればコメントで教えていただければと思います。よし OK。 最後の種目一緒にやりましょう。もう一回正座していただいてそのまま前に倒れる。おでこが床につくかチェックしましょう。僕はだいぶ余裕を持っておでこが床につくようになりました。かかととお尻はつけたままおでこ床につきますか。お腹がきついよって人はねちょっとこうやって足広げてそれで前に倒れてもいいです。だいぶ難易度下がります。これでおでこね床についてもいいです。お腹が邪魔な人はこうしてもいいです。理想はね正座したままおでこが床につくと良いです。どうでしょう皆さん変化感じられてますか。感想をね一言コメントでいただけるとあります助かります。でね反り腰ぽっこりお腹、太もも前割りに効くおすすめの骨盤矯正の足痩せストレッチ概要欄貼っておくのでぜひこのまま続けてねやっていただければと思います。あとツイッターインスタ毎日更新してますので概要欄から見てフォローいただけると助かります。 OK です。お疲れ様でした。よく頑張りました。自分自身に拍手。もう全然ズボラじゃないです。素晴らしい。もしこの動画が良かったらチャンネル登録高評価いただけるとすっごく励みになります。一緒に頑張りましょう。